皆さんどうもこんにちは、本要約チャンネルの竹見です。今回はほなみさんとあさみほほこさんが書かれた決めれば叶うを解説していきたいと思います。さて突然ですが、一つ皆さんにお尋ねします。あなたが叶えたいことは何ですか？こう聞かれたらあなたはどんな夢や望みを思い浮かべるでしょうか？人によっては自分は夢を見すぎているだろうかとか、自分の夢は現実的ではないかもしれないなどと考えてしまうかもしれません。でもそれは気にしなくて大丈夫です。なぜならどんなに可能性の低いことであっても、それを考え続けている限りは実現する可能性が上がり続けるからであります。ウォルト・ディズニーはこんな格言を残しております。夢見ることができればそれは叶うのだと。それを思いつけるということは未来にそうなる可能性がゼロではないから思いついているんです。もっと言えば未来の自分の意識を今の自分が受け取っているんです。この本の著者の一人であるあさみさんはかつてとてつもなく大きな夢を意識していたそうですが、それから10年近く経った今、その夢は確実に叶っていると言います。しかも当時のご本人からすると、現実からあまりにもかけ離れていた望みが全てその通りになるどころか、それを上回る結果になっているそうです。それを叶えるにあたってあさみさんはどんなにすごい努力をされたのでしょうか？そう皆さん思いますよね。でもあさみさんはただその夢を思っただけだと言います。特に具体的な行動を取ったわけではないそうです。思うだけで夢を叶えることは可能である。それはもちろんあなたもです。あさみさんは次のようにおっしゃいます。あなたの夢は叶います。そのために特別な準備は一切不要であると。マインドブロックの解除やトラウマの解消に取り組むなどして今のあなたの何かを一生懸命変えようとする必要もないんだと。あなたがそれを思いつくのは未来にそうなっているあなたがいるからです。ですからその夢がどんなに今のあなたの状況からかけ離れたことであっても、自由に何でも思い描きましょう。そしてこの本のもう一人の著者であるほなみさんは中学2年生の頃に潜在意識を知り、それから20年潜在意識の実験を重ねてこられました。その中で数えきれないほどの夢を叶えてこられたといいます。そんなほなみさんが読者と共有したいこの世の絶対法則があるといいます。それは今も未来も全て自分で自由自在に作り変えることができるというもの。あなたがそう思ったらそうなるということ、これが世の中の大原則なのだとおっしゃっています。この夢は自分には大きすぎてどうせ叶わないだろう、夢は叶わないから夢なんだと卑屈になる人も多いでしょう。そんな人も今まさに夢を追って頑張っている人も、本書の内容に触れることで思うことで夢が叶うメカニズムを理解し、よりワクワクした楽しい人生を送れるようになるはずです。そしてそのワクワクした状態こそがあなたの夢を実現させるための大きなエネルギーとなるんです。この動画を見ることによってこの本いいなと思っていただけましたら、概要欄のリンクからぜひ一度手に取ってみてください。それでは早速本書の内容に切り込んでいきましょう。本日のお品書きは次の通りです。一言で、苦労や努力はもう古い、あなたは楽に楽しく幸せになれるということ。二言で、こうやって毎日ワクワクしていれば夢は叶うということをお伝えしていきたいと思います。それでは早速一言の、苦労や努力はもう古い、あなたは楽に楽しく幸せになれるということから解説をスタートしていきたいと思います。さて、自分がそう思っていることがそのまま現実になる、これはこの世のルールです。なぜなら現実は自分の潜在意識に刻まれた信念や思い込み、自分が発するエネルギーによって作られているからです。自分が作っているからこそ今も未来も全て自分で自由自在に作り変えることができるんです。ですからあなたの夢はあなたが叶うと決めたら叶うんです。例えば過去のトラウマを解消しない限り、今のままの私では夢は叶わないよと思った人がいるとしましょう。思えばそれが現実になりますから、本当にそうなってしまいます。叶えたいけれど結局厳しいという現実を体験するんです。トラウマなんてあってもなくたって夢は叶うんだよ、そう思えばその通りになります。
努力して苦労しないと夢は叶いませんとか、何かを犠牲にしないと夢は叶わない、環境に恵まれていないから自分の夢は叶わない、こんな風に思ってきた方はおそらくその通りの人生をこれまで体験してこられたのではないでしょうか。すでに誰もが思い通りの人生を生きているんです。時々マインドブロックやトラウマが夢の実現を邪魔しているというようなお話を聞くこともありますが、それらを解消してもしなくても実は夢は叶います。逆にマインドブロックを解除しようとかトラウマを解消しようと思えば思うほどにそこばかりに意識が向いてしまい、マインドブロックがある状態を作り続けてしまうことさえあるんです。ですから自分はどうしてこんな目に遭わなければいけないんだと嘆きたくなる現実に直面しても、あなたは理解しなければいけません。その現実を作った張本人は他ならぬあなただということを理解しなければいけません。このように人生は思い通りに変わっていくというのに、人は自分では気がつかないうちに自分の限界を設けていることが多く、それは非常にもったいないことであります。夢を叶える自信がなくて諦めているとか、これまで自分がやりたかったことや手に入れたかったものをいろいろと諦めてきた、そんな方がどのように変わればその夢や目標に近づき、それを現実化していくことができるのか。思ったことは現実化するというこの世のルールにのっとり、自分が思い描いた夢を叶え幸せな人生を歩んでいくために、これから大切なポイントを押さえていきましょう。幸せな人生を歩むには、まずは正しい生き方から脱却すること、これが重要なんです。まず皆さんとここで一緒に確認しておきたいのが、今の時代、今のタイミングこそが自分の夢や目標、そして自分の心が本当に求めるものを自由に描くチャンスであるということなんです。一昔前はメディアが報じてきたような成功者像に多くの人々が影響されておりました。見た目や肩書き、経済的に恵まれた境遇で生きること、そして物をたくさん所有していることなどが幸せだとみんな思い込んできたんです。女性の場合、前ならば何歳までに結婚、出産が理想という常識のようなものがありました。しかし新しい時代は徐々にそうではなくなってきているんです。あらゆることが多様化し、かつて存在した確一的な幸せな人生とはこうあるべきものだという幸せな人生のフォーマットのようなものがなくなってきているんです。世間体を重視する人よりも自分の感覚に素直に生きる人が幸せになる時代が到来しているんです。学び方、遊び方、生き方、死に方、性の選び方など、誰もが自分の好きな形を追求することで幸せになった方が良い。あらゆるジャンルでみんな違ってみんないい。人々は新しい時代でそのことにようやく気づいたんです。みんなが幸せになるためには、一人一人が自分がどう感じているのかを知って、その感覚を基準に素直に動くことができるかどうかが重要になってくるんです。自分が心の奥底で感じている本音、すなわち潜在意識に従って世間が言う正しい生き方というものから脱却すること、それが他の誰とは異なる自分にとってオリジナルの幸せな人生を送るための重要な鍵となるんです。あなたが心で感じることはあなたを成功者へと導く答えなんです。さて、ここまで多様性が重要視される今の時代、自分が感じたことを基準にして素直に行動し幸せを追求していきましょうというお話をしてきました。ではお次に、楽に楽しくワクワクするというキーワードを大切にしようというお話をしていきたいと思います。自分が思い描いた夢を叶えて幸せな人生を歩むためには、何かを決めるときに過去のデータや経験などをもとに頭で判断するのではなくて、こっちが好きだ、ワクワクする、楽しそうと心で感じたことを基準に選びましょう。これからの時代は頑張るのではなくて楽に楽しくがキーワードになると浅見さんはおっしゃいます。楽というのは手抜きとかズルとか逃げといったネガティブな意味ではなくて、あなたが自分の気持ちに違和感を感じることなくストレスなく進めていける状態のことを言っています。楽な状態だとあなたのパフォーマンスは上がり、その結果周りの人も恩恵を受けることになるんです。つまり楽とは本人だけ
でなく周りも幸せになる選択の基準なんです。何かを決めるときに心の感覚だけで楽しく感じる方、楽にスムーズに居心地よく感じる方を選び取れるかどうかがうまくいく人とそうでない人を分けることになります。またなんだか気が乗らない、気持ちがモヤモヤするという楽ではない気持ちを感じる時もありますよね。そんな時はあなたの心があなたに、いやいやそっちではないんだよと、これは違うんだよと教えてくれているんです。このようなワクワクする、気持ちが乗る、またはモヤモヤする、嫌な感覚になるというような感情を通して深い部分の本当の自分、つまりあなたの潜在意識があなたに必要な答えを知らせてくれているんです。本当の自分はどうすればいいのかちゃんと分かっているわけなんですね。このように言うと、じゃあ頭では一切考えちゃいけないんですかと思った方もいるかもしれませんが、そうではありません。ではどんな時に心の声を拾うと良いのか、それは心で感じたことと頭で考えたことがずれている時になります。そんな時は頭ではなく心で感じたことを優先することで、あなたの感覚が答えになっていくことをしっくりと受け入れられるでしょう。世間の風潮や常識、メディアが流す情報などに惑わされず流されず、自分の心の本音に従って素直に行動する、楽に楽しくワクワクするを優先的に選ぶことで自分も周りも幸せになる、そんな生き方を時代の変化が後押ししてくれるでしょう。さてこれからは外部に惑わされたり違和感やストレスを抱えながら生きるんじゃなくて、日頃から本当の自分の声に耳を傾け楽に楽しく生きていきましょうというお話をしてきました。私たちはなんとなくこっちがいいとか、なんでかわからないけどこれが好きといった風に理由もなく感覚で決断するときや無意識に判断するときは本当の自分の声、すなわち潜在意識に従っているんです。一方で過去の経験やデータ、周りの目、損得感情などを基準に頭で考えて決めるときは潜在意識が優位になっております。社会に出て生活し生きていく中で潜在意識が非常に大切な働きをしてくれていることは誰もが実感していると思います。しかし実際人間の意識のうち、私たちが意識できる潜在意識というものはたったの 5% 以下であると言われています。なんと 95% 以上は潜在意識が占めているんです。日々新しい知識や情報に触れ続けている私たちは頭でっかちになって何かを決断する際にどうしても潜在意識が優位な状態になりがちです。自分の深い部分にある気持ちよりも周りの目などをつい優先してしまいがちなんです。だからこそ自分が思い描いた夢を叶え幸せな人生を歩むには、潜在意識よりも潜在意識、頭で考えたことではなく心で感じたことを優先することが重要なんです。潜在意識よりもはるかに大きな領域で活躍している潜在意識には、私たちが想像もできないような無限の可能性が秘められております。そしてそれを活用することで私たちはよりスムーズに夢を実現しやすくなるんです。では新しい時代で幸せになるためのあり方について、ここで3つまとめておきましょう。1、頭で行う思考ではなく心が本当に求めるものを優先する。2、情報や周りの意見、過去の経験に流されて善悪や良し悪しを判断しない。3、何々するべき、何々ねばならないという常識を手放す。さていかがでしょうか。思考、判断、常識などにとらわれることのない潜在意識こそが本当にあなたにとっての幸せを教えてくれるんです。なるほど、本当に自分が心から求めていることを知り、それを叶えるためには潜在意識が大切なことは分かったよと。では潜在意識を優先することがなぜ夢の実現につながるのでしょうか。皆さんが最も気になっていた部分だと思います。これからその理由をお話ししていきますが、その前に一つお尋ねしたいことがあります。物心両面で自分の力で豊かになっている人たち、中でも圧倒的に豊かな人たちが自分の夢を実現するためにやっている共通点があります。一体何だと思いますか。
答えを言ってしまうと、それは決めているということ。経済面も心も満たされている成功者の皆さんは、自分はこうなる、自分の夢は叶うとはっきり決めています。願うんじゃなくて決める、こうなるという決定事項にしてしまうんです。なぜはっきりと決めることが夢を叶えることにつながるのか。それは決めることで、その人自身の波動が強くなって、決めたことにふさわしい物事を引き寄せ始めるからであります。なぜそんなことが起こるのでしょうか。これは怪しい話などではなくて、私たちの脳の性質が関係しているんです。脳は自分がセットしたものを見るようになっているんです。例えばあのブランドの服を手に入れたいと思っていると、それを持っている人ばかり目にするようになるものです。そしてますますそれが欲しくなってしまいます。最近老いを感じるからちゃんとケアをしようと思っていると、老化、アンチエイジングなどといった情報ばかりが途端に目につくようになります。このようにこうなると決めた途端、無意識にそれに関係あることをどんどん脳は引き寄せ始めるんです。その時働いているのがあなたの潜在意識になります。例えば初めて海外旅行に行く人がどこどこの国に行こうと決めて連休を申請したとします。その後出発日までに様々な手配を行うわけですが、現地での宿泊手配、パスポートやビザの確認、留守宅の管理の手配、荷物の準備など初めてやることが盛りだくさんでもなんとかなるものなんです。一つ一つのタスクをこなしていく中で新しい発見があったり、道中にサポートしてくれる人が見つかったり、現地でのより良いプランを思いついたりと、副産物と感じられる様々なことが起こります。それらは行ってみたいけどなという願望や迷いではなく、行くと決定したからこそ初めて見えてくるということなんです。実は方法のわからない夢の叶え方も同じで、そうなると決めた途端、目にするもの、触れる情報、周りにいる人たちが変わっていくんです。すると無意識レベルで言動が変わり、そうなるための方法が自然と集まってきます。そして結果が変わるんです。つまり決めれば潜在意識の力によって決めたことに関係あることを無意識に引き寄せ、自然とそれが叶う方向へと進んでいけるというわけなんです。最初から苦しむほどに無理をしたり何かを犠牲にしようとする必要はありません。ですから夢は叶うと決めたら叶います。夢が叶うといいなと思っていれば、その思いが現実になります。潜在意識が夢が叶うといいなと思い続けるだけの現実を引き寄せてしまうんです。旅行に行きたいなだと、旅行に行きたいなと思う現実を引き寄せてしまいます。潜在意識に耳を澄ませ、他人軸ではなくて自分軸で生きる、そして自分軸で描いた夢を叶えるとはっきり決める。そうすることであなたにとっての幸せな生き方が現実になるんです。最後に、あなたが心の奥底から望む人生を実現するために普段から意識することとして、もう一つ重要なことをお伝えしましょう。それは自己愛にフォーカスすることであります。人の潜在意識はワクワクしている時や楽しい時、心地よい時こそ活性化すると言われています。ですから自分で自分をたくさん愛してあげましょう。不器用な自分も、うまくいかなかった時の自分も、弱い自分もオールオーケー。ありのままの自分を丸ごと受け入れて、自己愛の感覚をつかめるようになるまで、とにかく自分を大切に扱ってみてください。甘えじゃないだろうか、自分を好きになんてなれるのだろうか、そんな風に厳しく思った人もいるかもしれません。でもどうか知っておいてください。自分が幸せになることは周りを幸せにすることでもあるんです。自分の大好きを極めることに自ら喜びを感じることができたら、それを知っている周りも喜んでくれているものです。自分らしさを発揮し磨いていくことで、自分の喜びが人や社会に自然と循環するような状態、これがこの自己愛の究極形であります。そんな生き方ができるようになると、あなたはさらに自分のことが大好きになるでしょう。ありのままのあなたを応援してくれる人たちの存在に感謝するでしょう。人々からは一層愛され、夢や願望を叶えるために必要なものが不思議なほどに自然とあなたの前に現れるようになるでしょう。
世間の常識やメディアの報じる情報などにとらわれず、自分の心で感じていること、すなわち潜在意識で感じていることを信じて、楽に楽しく歩んでいけば、そのエネルギーによって自分が望む幸せな未来に導かれていくんです。この大原則をぜひ今日から心に留めておいていただきたいと思います。それでは一元の内容をこの辺でまとめておきたいと思います。ポイント1、自分の感覚に素直に生きる人が幸せになる時代が到来している。自分が心の奥底で感じている本音に従い、世間が言う正しい生き方から脱却することが他の誰かとは異なる自分にとってオリジナルの幸せな人生を送るための重要な鍵である。ポイント2、これからの時代で自分が思い描いた夢を叶え幸せな人生を歩むには、頑張るのではなく楽に楽しく生きていこう、頭で判断するのではなく、こっちが好き、ワクワクする、楽しそうと心で感じたことを基準に選び行動することで、自分のパフォーマンスが上がり、結果的に自分も周りも幸せになれる。ポイント3、潜在意識には私たちが想像もできないような無限の可能性が秘められている。思ったことは潜在意識に刻まれ、その通りの現実を引き寄せる。夢が叶うと決めれば、潜在意識が夢の実現に関係あることを無意識に引き寄せ、自然とそれが叶う方向へと進むことができる。それでは次2限で、こうやって毎日ワクワクしていれば夢は叶うということを解説していきたいと思います。さて、あなたの夢を決めて、より楽しく、より楽にその夢を実現するために、日頃から意識しておきたいことや定期的にやっておきたいことがあります。それらをね、どんどん紹介していきますので、ぜひワクワクしながらついてきてください。まずは次の4つを解説しましょう。1、あなたの夢は本当にあなたの夢かを確認する。2、夢が実現した瞬間をイメージして引き寄せの力を育てる。3、定期的に夢を書き出す。4、夢を叶えるための方法や過程に縛られない言葉を使う。ではこれらをね、サクサクと説明していきましょう。まずは一つ目の、夢を実現するためにやっておきたいこと、あなたの夢は本当にあなたの夢か確認するから説明します。さて、夢といってもいろいろありますよね。あなた自身がそうなったらワクワクするなぁと感じることや、何かが欲しいというような物欲的な望み、気楽に人に話せることもあれば、誰にも言えないほどくだらないとか、あるいは規模が大きすぎるものもあるでしょう。それらに共通して言えるのは、叶うか叶わないかは内容ではなく、本人がそこにワクワクできているかどうかに左右されるということです。それは社会に大きく貢献するような夢でも、個人的な物欲であっても同じです。本人が心からワクワクしていない夢というのは、周りの人や世間の常識からこうなることが幸せと思い込まされた夢、他人の夢だからです。あなたの夢はいかがでしょうか？その夢の実現を考えた時に幸せな感情が湧き起こってくるかどうかで確認してみてください。それでは次、2つ目の、夢を実現するためにやっておきたいこと、夢が実現した瞬間をイメージして引き寄せの力を育てるについて解説していきます。さて、夢を叶えやすくするためには、それが現実になったところをイメージするとより効果が高まります。特に叶った時の感情や感覚をイメージするのがおすすめです。なぜなら、感情がワクワクで揺さぶられる時は、最も夢の現実に必要なことやものを引き寄せる力が強まるからであります。夢が叶えば誰でも感情が高まりますよね。その高まりを想像して思わずにやりとなったら、夢の実現に対して効果的なイメージができている証拠です。そうやって引き寄せの力を育てていきましょう。それでは次、3つ目の、夢を実現するためにやっておきたいこと、定期的に夢を書き出すについて解説していきます。さて、あさみさんは毎年1月の初めの数日に、あらゆる分野においての今年やりたいことをこうなるという断言形で100個書き出されるそうです。ほなみさんも夢をイメージしながら紙に書き出すのを月に3回から4回のペースで書きたくなった時に行っていると言います。そうしてワクワクしながら実際に書き出すと、潜在意識に夢が刻まれやすくなるのだそうです。夢は
書き出さないと叶わないというわけではないので、無理に行う必要はありません。ですが実際にそうして夢を叶えてこられたお二人がおすすめされていることですから、夢の実現にかなり効果的であるということができるでしょう。また夢を書いた紙や自分の夢に近いイメージ画像を1枚の紙に集約したものを寝室に置いておき、一日の始まりと終わりにそれを眺めてワクワクするというのも良い方法になります。夢を書き出すときに意識するポイントは次の通りです。とにかくリラックスしてワクワクしながら書く。数を制限せず、ふと浮かんだことで心が動いたものは思いつく限りどんどん書く。私を主語にして書く。夢が変わっても気にせずアップデートすれば OK。 何々したい、何々になりたいではなく、何々する、何々になる、何々している、何々になっているといった断定の言葉を使う。そして全て肯定語で書く。夢を叶える過程を事細かに書かない。こういったことを意識して夢を書き出してみてください。最後の2つに関して少しだけ説明をしましょう。まずね、なんで肯定語で書くかということについて、それは脳は否定語と肯定語の区別がつかないからであります。例えばニキビのない肌になるという言葉を書くと、その言葉が視界に入った瞬間に脳はニキビのある肌をイメージしてしまうんです。これを書き換えるのならば、陶器のように美しい肌といった感じが良いでしょう。また喧嘩をしない家族は仲の良い家族、クレームが来ないは喜びの声で溢れるといった風に肯定の言葉に変えて書き出しましょう。同様にマイナスの言葉もプラスの言葉に変換します。例えば借金の苦しみから解放されると書くと、頭は借金や苦しみを思い描いてしまいます。ですからそこでプラスの言葉を使ってお金が心地よく循環するなどと書き換えるんです。また夢を叶える過程を自分で事細かに決めて書くのは避けましょう。そもそも私たちが自分の脳で考える夢を叶える方法は自分の経験や知識の範囲内からしか浮かびません。後で違う方法があることに気づいたり、あるいは夢の内容自体を少し変えたいとなる可能性もあります。自分で決めた過程に縛られてしまうと、他のことが起きる可能性が閉ざされてしまったり、実際にもっといい流れが来た時に変更できなくなってしまう場合があります。また決めた通りに進まなかった時、がっかりしてしまい、エネルギーが落ち、夢が叶う可能性を自ら遠ざけてしまうリスクもあるんです。唯一明確にすべきは自分の夢の最終ゴールです。夢が実現する過程については天の采配に委ねた方がずっと楽で楽しいものです。そしていつの間にか夢が実現していることに気づき、驚く日がやってくるでしょう。それでは次、4つ目の夢を実現するためにやっておきたいこと、夢を叶えるための方法や家庭に縛らない言葉を使うについて解説していきます。さてホナミさんは、方法や家庭に縛られないためのとっておきの言葉があるとおっしゃいます。聞いた時私は思わず笑ってしまったんですが、いいなと思ったのでご紹介させてもらいます。それはなんか知らんけどです。なんか知らんけど〇〇は叶うと口に出して繰り返し言うことで、それが潜在意識に刻み込まれていき、なんか知らんけど夢が叶う自分になってしまうそうです。面白いですよね。なんか知らんけど痩せて綺麗になったとか、なんか知らんけどお金持ちになったとか、なんか知らんけどすごい人たちと仲良くなった、なんか知らんけど理想の男性と結婚した。こんな風に皆さんもぜひ今日から使ってみてはいかがでしょうか。ちなみにホナミさんは具体的に出会う方法を考えたことはなかったが、こんな人と結婚するとゴールを決められていたと言います。その結果なんか知らんけどいろいろな巡り合わせが重なって、理想のパートナー像にぴったり当てはまる男性と結婚されたそうです。ちなみにホナミさんが実際に書かれた理想のパートナー像の一部には、一途で俗婚と健康志向がありました。この一途で続婚とは浮気しないこと、健康志向とはタバコは吸わずお酒も飲まないという意味で、ちゃんと否定語が肯定語に書き換えられております。では次に夢を決めた後に行うと良い簡単なワークをご紹介したいと思います。夢や望みを決めることができたら、日常生活でその夢と波長を合わせて暮らすことを大切にしましょう。波長を合わすというのは夢を考えている時以外の時
時間も同じようにワクワクしながら暮らすということです。そうなることで夢の実現はどんどん加速していきます。日々ワクワクしながら過ごすために毎日5分でできるワークが2つあるので紹介しましょう。まずは1つ目は鏡のワークです。鏡に映った自分に対して私は〇〇になると断定型で宣言します。その後思わずにやりとしたり小躍りしたくなったり何か嬉しい気持ちが湧き起こったりしてくれば効果ありです。そして2つ目のワークが寝る前寝起きのアファメーションであります。寝る前寝起きに着実に夢の実現に近づいている、明日も幸せを感じられる日になるとか、今日すごいことが起きる、素晴らしい日になるなど、自分が聞いて楽しくなる表現を使って自分で自分に声かけをしてあげるんです。ビジョンボードを眺めるのとセットで行うのも良いでしょう。リラックスしている時、寝る直前、起きた直後、これらは潜在意識に夢が刻まれやすくなるタイミングですから、寝る前と寝起きはアファメーションをするのにベストなタイミングと言えます。ですから反対にそのタイミングで負の感情が動かされるとそれが潜在意識に刻まれてしまいます。なので寝る前寝起きに不幸な情報心配事を避けることも忘れないでください。例えば朝晩に悲しいニュースを見たりするのはおすすめできません。ではでは最後に日々ワクワクしながら過ごすためにできることを追加でいくつかお伝えしておきたいと思います。まず一つ目は身の回りを好きで囲むということ。物理的に身の回りを好きだと感じるもので固めてください。食事、ファッション、インテリア、会う人などを好きなもので固めていくんです。そんな時間はないよという場合は自分の SNS を大好きなもので埋め尽くすのも良いでしょう。そして2つ目にできる日々ワクワクしながら過ごすためにやることはゆっくりじっくり好きを味わうということ。こんな大好きなものに囲まれて嬉しいなとか好きなものが食べられて幸せだなと目の前の幸せをしっかりと五感を使って噛みしめるんです。味わい癖をつけることで感情が動くようになりその結果引き寄せが加速します。そして3つ目は自分の夢を共有できる人と語り合うということ。夢を語り合える人がいてそれをすることでお互いに気持ちが上がるのであればぜひお話ししてみてください。似た価値観の仲間にワクワクしながら夢を共有することで相手の潜在意識にあなたが夢を叶える人だと刻まれます。さていかがでしたでしょうか。本日のような話を聞くと人は二手に分かれます。そんな簡単な話ではない、うまくいくはずがないよと感じる人、そして面白い試しにやってみようと感じる人です。どちらの方が夢が実現する可能性が高いのか、これは言うまでもないでしょう。初めの段階は特に素直に実験のつもりで試してみてはいかがでしょうか。そしてね、やってみた後になんだか楽しくなってきた、元気になってきた、急に明るい気持ちになった、本当に叶うような気になった、ふわっとした安心感に満たされた、なんだか癒された、このような感覚になるのならばあなたにとって良い効果が出ているのでぜひ続けてみてほしいと思います。それでは2限の内容をこの辺でまとめておきましょう。ポイント1、楽しく楽に夢を実現するためにやっておきたいのは次の4つ。1. あなたの夢は本当にあなたの夢かを確認する。 2. 夢が実現した瞬間をイメージして引き寄せの力を育てる。 3. 定期的に夢を書き出す。 4. 夢を叶えるための方法や過程に縛られない言葉を使う。夢を叶えるための方法や過程に縛られない言葉にはなんか知らんけどという言葉がある。ポイント2、日々ワクワクしながら過ごすために毎日5分でできるワークは次の2つ。1. 鏡のワーク。 2. 寝る前寝起きのアファメーション。ポイント3、日々ワクワクしながら過ごすためにできることは次の3つ。 1. 身の回りを好きで囲む。 2. ゆっくりじっくり好きを味わう。 3. 自分の夢を共有できる人と語り合う。さて皆様いかがでしたでしょうか。本日紹介させていただいた内容も含め本書の中身を無理なく楽しく実践していただくことで潜在意識がきれいに書き換わり、気づけば夢が叶い自分が理想とする人生を歩んでいた、そのような方がたくさん現れることを願っています。
本日は以上です。この動画が良かったら高評価ボタンとチャンネル登録どうぞよろしくお願いします。また他にも役立つチャンネルをやっておりますので、概要欄のリンクからチェックしてみてください。今画面に出ている最新動画、おすすめ動画もチェックしてみてください。本日はご清聴ありがとうございました。